の前に書いてございますけれども、紙芝居、高橋千里物語完成しようと、後輩の生態は深刻な影響を与え続けるところにあって、原子爆弾が爆発すると、目に見えない大量の放射線が放出され、また核分裂の際に生じた放射性物質の破片は、黒い雨となって地上に落下します。思わず防御の姿勢をとった。日頃の訓練の賜物だった。そうしてそのまま気を失った。先生、お父さん、お母さん。目の前は灰色に染まっていた。周りの叫び声で意識を取り戻した。私たちは歩き出した。郊外の方に救護車ができたぞ。手当てしてもらえるぞ。黒い雨だった。どうしたっていうの、この雨は。帰らなきゃ、帰らなきゃ。腕からは剥がれた皮が垂れ下がっていた。もう忘れたでしょって言われて、あ、これじゃいけないって思って、それから私は始まったんで、ちょうど今8年ぐらいになるんです。時代によって性別によってもやっぱり感じ方って違うんだなっていうのをすごく感じました。過去にあった出来事、本当にもう想像すればすぐそこにあった出来事みたいな恐怖を忘れないためにも、あ、こういうことがあったんだよっていうことを伝えていけたらなっていうのは、まあ、作品作ってて、まあ、より強く思うようになりましたね。素直にそのままをね、書いてくださったんでありがたかったです。で、私の宝になります。大人もでしょうけど、私は特に子どもさんに見ていただいて、戦争ってこんなもんだよっていうことを知らせたい。それは確かなんです。こういうことが一番通じると思うんですよ、子どもたちにはね。